何びっくりしたの、サンサ。せっかく寝てたのに、こんな太陽が近い日に、外でサッカーなんかしたら、溶けちゃうよ。だから寝てた。そう。朝荷物だけ置いて、そのままここへ直行だけど。何？その顔。何か知られたら困ることでもあるわけ？ないよね。数学のあいつに口説かれてたとか。大丈夫だよ。先生には僕しかいないって分かってるから。別に怒ってない。ただ、ムカついてるだけ。だから、ダメだよ、逃げちゃう。大丈夫。そんなに吸わないから。じっとして。これで噛んだ後は隠れた。何？その顔。ダメだよ。ここは学校なんだから。残りはお家に帰ったから。だから絶対にあいつと飲みに行くのよ。よしよし、わかればいいんだ。じゃあ、僕はこのままここで寝るから、カーテン閉めといて。よく寝た。俺、先生の他に誰かいる？またあいつかよ。しつこいな。なんで先生もはっきり断らないんだよ。イライラする。先生。あ、すいません。目が覚めました。先生は好意だから、責任を持って体調の悪い僕を送ってくださるんですよね。ようやくいなくなった。何やってんの？一体さ。僕がいたからいいけど、あのままじゃ、押し倒されてたよ。昼間ちゃんと言ったよね。それとも、
お仕置きされたくて、わざと僕に見せた。違うよね。先生はそんなにバカじゃないもんね。さあ、帰ろう。これで僕が先生の車に乗っても、誰も不思議に思わないでしょ。いつもみたいに待ち合わせする必要もないんだし。ほら、行こう。ご飯。僕は今夜いらないよ。君は食べれば。そうそう。君はちゃんと食べないとダメ。特に、血液を作るのに必要な栄養は、きちんと食べてもらわないと。僕が困るんだから。大好きな僕が困るようなこと、しないよね。わかってくれればいいんだ。一緒にお風呂入ろっか。僕が綺麗に洗ってあげる。君の携帯だよ。誰？隠さないでちゃんと見せて。ダメ。見せて。ねえ、これ何？ねえ、これって何？何？これって何？ねえ、ちゃんと断れって言ったよね。それなのになんだ？なんでこんなライン来てんの？君はさ、僕のものなんだよ。僕だけのものなのに。ねえ、黙ってないで答えてよ。懇親会なんて、僕は聞いてない。いつもちゃんと言ってくれんのに、どうして今回は言わないんだよ。いつもだったら、年上の姿に変わった僕に迎えを頼んでるよね。忘れてたとか、そんなの僕は知らない。そういうことするんだったら、もう家から出さないから。君といつも一緒にいたいから、常にそばにいられるようにって。僕が大学生の姿になってんのは、わかってるよね。そのくらい、君のことが好きなんだ。ダメ。このまま腕の中にいて。誰にも渡さない。ようやく見つけたんだから。僕だけの人。昼間、吸っちゃったから、夜は我慢しようと思ってたけど、いいよね。ダメって言っても無理。黙ってた罰だから。じっとして。まだ、もっと、僕に抱きついて。you
少しは薄いすぎた。寝ちゃった。気絶したとも言うけど。君が悪いんだ。僕に変な嘘をつくから。嘘ついたつもりはないんだろうけど。けど、そろそろちゃんと分かってもらわないと。僕ら吸血鬼と血の契約を結ぶっていうことが、どういうことなのか。もう家から出したくないな。な。この家で僕だけを見た。僕だけ感じたからさ。そしたら、たくさん愛してあげるから。もう他の男が寄ってくるのは許せない。君の笑顔も、君の笑い声も、君の全部は、僕だけのものなんだから。いいよね、先生。